はい。で、えっ、ー、と、ソフィストとね、相対主義の話をしてましたけれども、で、ソフィストの中でひときわ有名な、えー、プロタゴラスの話ですね。まあ、あの、これまでをまとめで言うと、えー、ピュシスとノモスの対比っていうことからね、あの、人間社会においては絶対的なものはないだろうっていう、え、ことがね、あの、焦点化されて、えー、それで、まあ、あの、相対主義的傾向が深まっていって、えー、プロタゴラスはかなりその、えー、まあ、 相対主義が結晶化したような名言を言ったというね。まあ、あくまでプラトンが書いたプ,ラトプロタゴラスなんですけれどね。まあ、このね、あの、やれ、ピュシスとノモスの対比からうんぬんとかね、あの、社会がうんぬんって言うまでもなくね、私たちはこの相対主義ってね、あの、本当に身近なものとしてありますよね。えー、まあ、言ってしまえば好みが全然違うわけですからね。えー、まあ 1> 第1回目の授業だか第2回目の授業だかで言ったかもしれませんけれども、やっぱり欲望が向かうべき正しい方向なんて決めれるのっていう話ですよね。そんなのないだろうっていう話ですよね。まああの時はね、あの、グループアイドルの例とか出したかもしれませんけれども。まあ例えばね、あの、やっぱり音楽の好みにしろ、映画の好みにしろ、異性の好みにしろ、もう本当にバラバラですからね、我々は。えー、まあ、最近ね、 えって思ったことがね、あったんですけれども、これも相対主義だよなと思ったんですけれども、あの、皆さんあの、LINE のプロフィールね、設定して、ま、設定してると思うんですけれども、あの、あそこにね、BGM って言って音楽が設定できますよね。えー、あの、LINE Music っていうね、アプリを余計に一個、あの、さらにインストールしなきゃいけないからね、あの、資金が高くて、えー、BGM までは設定してない人もね、 いるかもしれませんけど、私はあの、LINE のプロフィール画面の BGM って設定してましてね、あの、Prince っていうミュージシャンのね、Do It All Night っていう曲をね、えー、使ってるんですよ。使ってるというか、あの、あの、入れてるというかね。えーで あの、ま、当然ね、あの、LINE のプロフィール画面の BGM に設定するくらいだから、好きで使ってるわけですよね。好きだから、いい曲だと思うから使ってるわけですけれども、ま、あプリンスってね、あの、大変有名なミュージシャンだからね、あの、有名なファンサイトとかね、大手ファンサイトとかがあるわけですけれども、そこでね、あの、やっぱり全アルバムレビューとか全曲レビューみたいなことやっててね、見たんですよね、その、有名ファンサイトのね、あの、評価を。 私が BGM に使ってる「Do It All Night」っていう曲ねもうそしたらねバッサリでしたよ「もうこれは捨て曲ですね」とかって書かれててそこまで一刀両断にすることねえだろうと思いましたけどねいやいい曲だと思うんだけどなあっていうねあのまあほにね人の感性とか価値観というのは様々だっていう話なんですけれどもで、えー、このね、えー、まあプロタゴラスさんなんですけれどもまあさっきのねあの 人間の判断と豚の判断の優劣もなくなってしまうけどいいのっていうのは、まあ、あの、 その答えのね、あの、プリントに書きました、あの、答えの前半分ってちょっと自分の思想を裏切ってますよね。えー、健康な人と病人の、病人で味が異なるなら、健康な人の方がいいって、それなんか相対主義じゃなくなっちゃってますよね。えー、尺度を持ち込んじゃってますよね、一つの。まあ、だから、それはちょっとね、あの、自分に対する裏切りだろうって感じで。その後ろ半分のね、でも、各人皆、真ではあるっていうね、そっちこそがね、プロタゴラスさんの本領ですよね。 まあで、この相対主義ってね、あの、常に直面する問題として、ええー、まあ、こういうことをね、あの、考えて、ええ、書くとね、レポートになると思うんですけれども、じゃあ相対主義は、相対主義を否定してくる人にも、ええー、相対主義は相対主義を否定してくる人も、正しいとみ、みなすのっていう話ですよね。自分を否定してくる存在も正しいっていうことになるのか、相対主義だと、っていうね、話でね。 まあそんなことを考えてみると、レポートの種になるかもしれないですよね。で、このプロタゴラスさんなんですけれども、えっと、アテナイをね、追放されてんですよね。えっと、そんな長くアテナイにいたわけではないらしいです。えー、なんでかって、なんで追放されたかというと、あの、不敬の罪、えー、敬ってないって意味です。不敬というのは。 不敬の罪で追放されたと、えー、何,に対何を敬ってないかって言うとやっぱりね神様なんですよね、えー、神様が存在するかどうかっていうことは、えー、人間には分かんないよって、えー、言っちゃったらしいんですよねでそうすると、えー、お前は罰当たりだっていうことになって、えー、追放刑にされてしまったっていう話らしいんですねでなんかね、あのー、そういう話って、えー、前もありましたよね多言論者の えっと、誰だったかなえっ、ー、と、ああ、アナクサゴラスですね。えー、アナクサゴラスも、えー、アテナイにいたんだけれども、えー、太陽は灼熱した金属の塊っていうね、いうふうにあの主張して、えー、死刑になっちゃったっていうね。まあでも勘弁してもらって追放で許されたという話なんですけれども。えっ、ー、と、で、まあ、あの、プロタゴラスも似たような話でね、似たような話っていうか全く同じですね。えー あのまあ結局哲学者たちがねあのやれピュシスだノモスだとかってねあの言って、えー、難しい議論をしてようとやっぱりあのまあ神様って本当に大きい存在でね え実はね、ソクラテスの運命にもね、そういうことがね、えー、関わってくるんですけれどもね。というところで、えー、っと、ソクラテスなんですよ。そろそろ登場するのがね。で、えー、ソクラテスはね、この人たち、今いろいろ名前を挙げた人たちと同時大臣なんですよ。で、えー、っと、このソクラテスがね、あのー、まあ、あのー、基本的にはこのソフィストたちとは、えー、差別化される存在。 えー、いよいよもう一味違った哲学者が出現したぞっていう特別な存在っていう扱いですけれども、ところが、あの、同時代人の同時代を生きた人たちがソクラテスをどう見てたかっていうと、あの、やっぱりね、これも相対主義じゃないですけれども、あの、ソクラテスに対していろんな評価があってね、あの、アリストパネスっていう人がいてね、このアリストパネスさんはね、劇作家でね、あの、いろんな劇を書いてるんですけど、えー、雲っていう劇を書いてて、クラウドの方の雲ですけれども、 アリストパネスのその喜劇、喜劇だがコメディですね。雲で、インチキなソフィストっていうふうに書かれてるんですね。まああの、あるものをないと言ったり、ないものをあると言ったりして、若者たちをたぶらかしてる変なおっさんっていう感じでソクラテスが書かれてて。まあだからその人によってはソクラテスなんかもソフィストの一種だよって、そう思ってたっていうわけですね。で、まああの、 まあ、そういうふうに、あの、ソクラテスを評価する人もいたけれども、やっぱりあの、ソクラテスこそがあの、今までとは違う、そんなソフィストたちとは一味違うことを言ってくれる人だっていうふうに見て、あの、 まあなんというか、まあ熱狂的なファンみたいな人たちがね、かなりの数当てないにいたらしいんですね、ソクラテスって人は。で、えー、まあ、あのー、一般的にね、あのーそあのー、さっきのソフィストたち、えー、ピュシスとかノモスっていう対立を意識しながら、えー、人間にどんどんちゅ、えー、興味の中心が移っていったっていうね。えーまあ あの、ある系とか、そういうことはさておいて、えー、人間どう生きたらいいのか。まあ、ある系が何かっていうことを無視してるわけじゃなくて、ソクラテスもプラトンもアリストテレスも、えー、元素とかそういうものは追求してるんですけれども、えー、まあ、そのね、あの人間を中心に置いた興味っていうのをソクラテスは、まあ、さらにね、明確に推し進めていって、えー どうやって生きていったらいいんだろうって、人格が素晴らしいって、どういうことなんだっていうことを、えー、ソクラテスが、えー、さらに人間を中心に置いてい、えー、ったっていう整、うん、理の、整理が、えー、されますね。まあ、あの、レジュメにも書いてますね。えー、自然学的立場との決別っていうね、風に書きましたけれども。えー、でね、 えー、このソクラテスについてね、まあ、あの、いろいろ言っておきますと、あの、プラトンっていう人が、あの、このソクラテスっていう人の名を、えー、とどめてるわけですよ。えー、なんか、周りくらい言い方しましたけれど、要は、えー、プラトンの本の登場人物としてのソクラテスっていうのが、主に後世に残ってるソクラテスの、えー、像なんですよね。ソクラテスはね、本書いてないんですよ、一冊も。えー、だから、あくまで私たちは、あの、 プラトンが書いた本の中の登場人物としてのソクラテス。 っていうものしか、えー、よくわかんないんですね。まあ、そうなるとね、あの、プラトンが作った架空の人物じゃないかなんて思う人もいるかもしんないですけれども、それはそういうわけではないんですよ。なぜ、なぜかっていうと、あの、やっぱりさっきのあの、アリストパネスっていう人もソクラテスについて書いてるし、えー、他にもね、やっぱりあの、ソクラテスの思い出とかっていう本もあったりして、まあ、これはプラトンの本じゃなくて、えー、ソクラテスの弟子っていうのはね、あの、プラトンの他にもいてね、えー、他にも本があるし、あとは、えー、意外や意外に、意外や意外なこと あの戦争でで活躍ししたらしいんですよねソクラテスってえそういう記録が残ってたりもしてね確かに、えー、実在した人物だろうとは言われてますえでそのソクラテスさんがね、えー、どんな風な考えを展開していったのか、えー、いよいよねあの我々がイメージする えー、倫理学とかで、えー、倫理とかの時間で扱った哲学のテーマがね、浮上してくるわけですね。長かったですね、ここまでね。でも今週、多分あと10分ぐらいしか喋れないんですけれどもね。まあ、ソクラテス、ちょっとでもやってみましょう。というところで一回切りましょう。